今脱毛終わりです。行ってきたとこで終わりでね、今ちょうど12時半ぐらいなんで、お昼ご飯食べようと思いまして、まだ行くお店決まってないんやけど、どっかええ場所あるかなと思って、脱毛は行ってるんやけど、ここのねヒゲは伸ばしてるっていう、わがままですね人間って。伸ばすヒゲもあれば不必要なヒゲもある。人間の勝手な都合でヒゲが振り回されて。この辺もねなんか気になんねんけど、菜の花、隠れ家の、これ何料理やろ、串の韓国料理、居酒屋、創作ダイニング。もうちょい先行ったら前撮影行ったヒマラヤがありますね、インドネパール料理。ヒマラヤ伏見駅周辺で探しますか。一応ね候補は4個ぐらいあるんやけど。おうどん屋さん福来たる、南国電波って読むかな、なんやこれ、ベトナム国旗やな。フォーあります。泉屋が見えてまいりました。この周辺にね結構固まってんねん、行きたかったお店が。ここやな、外観ですぐわかるわ。ここですね、ひつき食堂。ここねなんかいい感じだなと思って、せっかくなのでちょっとぶらつきますね。あそこ行きたい気持ちはあるけど、意外と住宅街にランチがあんねんな。健康的お昼ご飯。こんだけ撮影してるけどやっぱ初めて入るお店って緊張すんねんな。ほんま一回ちょっとね時間置きたい、店前ついてもぐるーっと回りますね。あ、てかあれやな、あそこってジャスミンやな。一回行ったあの中国の方がされてるガチ中華料理店、ここですね。ここめちゃめちゃ美味しかったんな。あ、もう一回行きたいわ、絶対美味しいの分かってるから。あ、俺ここも見てたとこや、このジャスミンの隣、窓なりにあるこのお店。ここもねなんか体にいい系のお野菜のお店かな、なんかいい感じのランチ出してはんねん。うわー惹かれるな。ジャスミンの香りに誘われそうになるけれども、最初に見た方ちょっとお邪魔しようかな。来ました来ました、満腹ご飯。素材はできる限り良いものを一つ一つ手作りにこだわり、体に優しいをテーマにしたご飯屋さんです。こんにちは、一人です。はい、どうぞ。すみません、僕ね京都で YouTube 活動しているこたつなんていうものなんですけど。 見てる。ここまでですか、ありがとうございます。この辺で、あ、撮ってるんですか。はい、撮らせてもらってて、はい、もし撮影よかったら、はい、あ、どうぞどうぞ、いいですか、行ってください。あ、ちなみにでも明日からお盆休みなんで定食しかないんですけど、カレーとかなくて。全然大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、いいですか、ありがとうございます。どうぞ、はい、失礼します。はい、メニュー見ていきます。メインの選べるひつき定食っていうのがあって、これメインを魚とかね、唐揚げとか何か選べます。で、あとおかみのスパイスカレーやってる。違いますもん、YouTuber。 え、そう、自給自足が好きで好きだから、その生活を YouTuber。 あ、そうなんですね。そう。え、どこで活動されてるんですか。広川県っていう徳島県の山奥で YouTube が自給自足しててなんかそれを、うん、そうなの、見てみます。見てみてください。で、今日はカレーがないんですよね。今日カレーね、わずかにあるんやけど、もう最後の、あの ミニやったらいける感じですか。ミニやったらいけます。あ、よかったよかった。ほんだそれ、はい、頼むかな。ひつき定食の唐揚げ、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。あとプラス350円でカレーつけてるんです。カレー付きで、はい、お願いします。カレーの辛さどんな感じがいいですか。中辛。中辛。はい、はい、でお願いします。はい、結構野菜メインな感じだけど大丈夫ですか。いや、もう大好きです。はい、
ここもできるのでね、まずミニカレーから、はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。どうも、どうぞ。いただきます。わあ、ええ感じ。ひつき定食1100円、2プラス350円カレーつけました。これメインの唐揚げ3つですね。結構ね、サイズ感ごつくて満足感ありましたね。でもこんなもん食べる前からうまい彩りですね。おナスとかおばんざいって言ったらいいかな。まずおナスから食べていきます。おナスはね、これすごい旬でた、めちゃめちゃ美味しかった。もう幼稚園の頃はね、おナスが一番嫌いだって、もう給食で出るたびに泣いてましたね。あとおナスとシシャモ、シシャモの卵が苦手で、だからシシャモ出てきたら、あの卵の部分どうしても食べたくないから机の下に隠したりしてて、でもそれがバレて、あの泣きながら食べたりね、はい、でもおナスを初めて美味しく食べれた時は、その給食のおばちゃんに向かって、あのナスビ美味しかった、ナスビ美味しかったって言いながら階段降りてアピールしてたの覚えてますね。美味しく食べれたんよかったな言うて褒めてもらえて、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。おなすたまらないですね、これ。あ、ほんまですか。やったで、メインの唐揚げ、これがね、ま、衣はねあっさりしてる感じなんですけど、この、ね、中の肉がすっごいプリプリしとって、めっちゃジューシーやね。そのギャップというか、たまらんかったですね。で、これはきゅうりの浅漬け的な感じだな、に梅つけてくれてはんねん。絶妙な組み合わせ。僕梅大好きで、あのちっちゃい頃コンビニのおにぎり選ぶとき絶対梅でしたね。でも最近のニュースで若者の梅離れが加速してるっていう情報を見て、なんかすごい、あの切なくなってます。お米はね、なんか白米じゃなくて、なんかなんちゃら米でしたね。なんか詳しいこと分かりませんけど。で、このスパイスカレーがね、ちょっとね、たまらん美味しかった。てかもうスパイスカレーというか、もう全部たまらん美味しかったんやけど、ちょっとこれはぜひ350円プラスして頼んでもらいたいですね。ね、うまー言うてますけど、ここね、あの昼はまあ見ての通り優しい感じの定食やランチって感じだねんけど、夜はちょっと飲み屋っぽくなるみたい。なんかお店のそのおかみさんが言ってはったんが、なんか夜9時ぐらいになったら私ベロベロの時ある的なこと言ってはりましたね。どれもほんまにめっちゃ美味しいです。あ、本当に最高です。よかった、嬉しいです。あれですか、なんか自給自食、岐阜でしたっけ、徳島、あ、徳島か、うんうん、徳島でされてるその方からあれですか、そのお野菜送られてきたりとか。あ、そう、母親とかも畑してたりとかするんで、援護射撃みたいにして作ってくれたり、あとは伏見の地元の有機野菜とかのですね、無添加とかもこだわってて、めっちゃ美味しいです。体にいいご飯、栄養、うん、になるご飯屋さんがしたくて、これサンガの選手とかもね、来てくれたんですよ。あ、そうなんです。そうなんです、うん、やっぱりスポーツとかされてる方ってすごい体に、食事を大事にしはるから、うん、そういうこととかでも対応できるように、グルテンとかも食べたりしない方が多いので、こう対応したりとかしてうん、もっとうなぎ職人なんですよ。で、羽を強国化で、え、そうなんですね。そう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 、これ当時のお写真です。あ、そうです、そうです。こちらの方の金よりあ、そうです。はい、2ヶ月前かな、1ヶ月前ぐらいに行きました。庭がおしゃれな方。はいはい、はい。カレーも最高ですね。本当にめっちゃ嬉しいです。僕なんかスパイスカレー、あんまりそこまでこうグッと得意ではな方ではないんですけど。いけるでしょ。いけるどころかも。めちゃめちゃ美味しいです。よかった。パクチーがね、やっぱダメな人が多いんですね。あ、僕パクチー苦手ですね、はい、だからね、そういう、こう嫌いなやつは使わずに。めっちゃ美味しい。よかったっす。夏カレーはいいですよね。夏カレーいいっすよね。これね、お隣の男性の
お客さんがあのカレーの話題乗っかってきてくれはったんですけど、これね僕がそもそもカレー最高ですねって言ったところから始まってるから、なんか話広げようかなと思って、これね今なんか言いかけてるでしょ、でもやめてんけど、あの夏カレーって万願寺唐辛子とか入れたら最高ですよねとか言おうとしたんやけど、まあまあもうええかと思って、あんまりペチャクチャ喋ってもおうと思って、おう言ってください この裏ぐらいこうやってしたわからんみたいなどこでも言っちゃってください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。はい、閉まっときますと失礼しますありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。マジ最高やった、めちゃめちゃうまかった。